再び始まりましたけど、はい、今回のお題はパンチ力とはっていうことなんですが、はい、ちなみに漠然としたこのテーマで竹迫さんはどのように理論付けれてますか？パンチ力ですか？はい。パンチ力と倒すはまた別ですよね。パンチ力っていうだけにフォーカスするんであれば、普通にあの一般の方でもさっきお話した通り、その肩の使い方っていうのが上手い選手は一番最初からも衝撃、強い衝撃っていうのを与えられると思うんで、その強い衝撃を与えるっていう部分に関してそれがパンチ力ですよね。生き物を標的に自分でバーンってった手を出すっていうのがもう、その衝撃がパンチ力なんだなと僕は思いますけど、はい。岸君もこれは三冠王と同じ結論でっていうことでいいですかね。実は竹崎さんはね、いや、三冠王はパンチ力とはパンチングマシンの数値であるみたいなことをおっしゃってたんですよ。はい、そう、倒す人を倒すのとは別ってことですよね。まあそうですね。でそのパンチングマシーンも種類あって、そのパンチングマシーンの記録を出すっていうのにはこの打ち方みたいなのもやっぱあるじゃないですか。うーん、だから分かれないですよね、正直、はい、だからもう物に与える衝撃ですよね。僕はそれがパンチ力なんだなですって。はい、いや逆に言うとですね、竹迫さん、あれ今倒す力は別だっておっしゃったんですけど、はい、まあ、理論家の竹迫さんに説明していただきたいんですけど、はい、じゃあ倒す力っていうのはどういうものになるんですかね。倒す力っていうのはちょっと僕の言い方があれでしたけど、その倒すテクニックっていうのは、まあ、本当にいろんな、いろいろありまして、僕も結構いろんな種類持ってるんですけど、まず急所を知ってるからですね。でその急所に対して自分がどうアプローチしていくかっていうのですね、打ち方だったり角度だったり力の伝え方だったりとか、それが当たれば倒れますよね。で僕は場所と部位によって打ち方変えたりパンチの質変えたりするんで、はい、いや、すごいですね。すごいですね。いいですね。今の話面白いですね。私ももちろん同じ理屈ですね。急所をどれだけ的確に打てるかであって、はい、そうですね。だから本当に KO 率が低い人って、まあ、パンチがないって言われちゃうんですけど、でも倒れるんですよね。KO 率低いというよりも人をノックダウンとかノックアウトすることが起こるっていうことは、はいはい、それはもうちゃんと急所を打たれてるっていうのがあるんですよね。はいはい、なのでそこってそのパンチ力って言っちゃうとすごい語弊があるなと私もずっと思っていて、で逆に、はいはい、すいません。あ、いいですよ、何でしょう。あ、言ってください、すいません。でまあ急所を打てるっていうテクニックがあったとして、はい、そこにそのバーンってその物理的な力を加えるのが強かったとしたら、はい、すごいんだろうなって思いますよね。まあすごい物理的な威力があればってますよね。ね、はいはい、もう絶対勝てないんだろうなって思いますよね。そうですね。威力にあったことには越したことないですけど、僕は今その逆にも倒れるパンチだったらいいわけじゃないですか。うん、だから最低限でいいんですよね、パンチ。おお、なるほど、なるほど。いいですね。倒し方、どうしてもやっぱなんかね、パワーみたいなところ、パンチ力って言ってしまうから、パワーみたいな感じに ね、感じられちゃうんですけれども、そうですよね、人を KO できて試合に勝てるだけの力さえあればいいってことですよね。まあ、それが倒れるね、倒れて、あとは効き方ですね。どう聞いてるか、聞き方もいろいろあるんで、
その効き方と相手がパンチ効いた時にその嗅覚ですね、効いた後すぐ判断できたりとかどう効いたのかっていうので、もう攻め方も変わってくると思うんですよ。ありますね。はい。まあ、その効き方っていう部分では私も一つ考え方があって、まあ、感じるところですね、はい、パンチの種類というかそのあれですよね、私のパンチ打つと大体前か下に倒れるんですよ、はい、人は。はいはい。で後ろに倒れる人もいるじゃないですか。こういうこのすごいハードパンチャーって言われてる人、はい、KO やっぱ多いから KO のシーンを見る機会が多いんですけど、私の場合は大体下か前で、はい、後ろにばっか倒す人もいるじゃないですか。はい。あれって多分パンチの質が違うんですよね。効き方が違うというか。ああ、はい、後ろに倒れてるのって私は一瞬の脳震盪で、はい、でしかもパンチに吹き飛ばされてるんですよね。はい、そうですね。吹き飛ばされて体勢が崩れてる時に脳震盪が起きてて、はい、パッて気がついてももう体勢が崩れてるから、はい、すごいバックステップしてそのままロープまで走っていっちゃうとか、はい、いうダウンをするシーンが多い人のパンチって多分、はい、すげえパワーパンチというか本当に力がある人のパンチで、はい、本当に下や前に倒れる人っていうのはそんなパワーがなくても本当急所を打ち抜けてて一瞬で一気がポッと切れてて倒れてる、はいはい、っていうパンチの質なのかなっていう私の中での考えなんですけども、その辺はどう思います？僕は質っていうよりはまあその前に倒れるのがやっぱ技術ですよね。しっかり急所的確に捉えられててでピンポイントに入ってるんで前に倒れてるっていうのが多分僕はどちらかというと技術だと思うんですよ。で、なるほど。そのさっき言ったようなそのパワーと一緒にバーンって打つパンチはやっぱり後ろに飛んでいくんで、その打ち方で伝え方とその力の向きとかでやっぱり倒れ方変わってくると思うんですけど、技術で倒すっていうのはやっぱ前にと僕は思うんですよ。なるほどなるほど。だから私は本当非力だったのでフィジカル弱いので、はい、本当にそういうふうにガードを開けさせる、はい、あとは本当にカウンターを取るとかでしか相手を倒せなかったので、はい、なので多分そういう倒れ方になってるんでしょうね相手が。本当にもうがっつり。はい、あ、じゃあすみませんね。要は今の話で言うと、要は竹迫さんから見ても、三冠王は、技術を持った方だったっていうこともあると思うんですけど、はい、さっきの竹迫さんの話だと実は竹迫さん自身は、はい、そのいろんな倒し方をすでに使い分けができるっていうような自負があるっていうことでいいんですかね。そうですね。おお、なるほど。それじゃあちょっと2つほど聞きたいんですけど、まずざっくりその人間の急所っていうのはどのくらいあるもんなんですか？急所は、まあ、みんな顎とか言うじゃないですか、はい、でもじゃあ顎をどうしたらどうなるんだみたいな多分説明をより多分できる人は多分倒されると思うんですよ。そこですね。急所は多分こうテンプルだったりとか耳の裏だったりとか、まあ、それこそこの顎がとかなんですけど、うん、このパンチだったらここに当てるにはどういう角度でどういう力の向きでとか、そんなんとかね、そこですよね。急所をまず知ってるっていうのと、それに対して自分がどうアプローチするか、どう攻めるか、どう伝えるっていうところですよね、はい。じゃあ、一つだけ具体で教えてもらうこと可能ですか？はい。一つだけ具体で教えてもらうことは可能ですか？あまり語りたくない話題ですか？そうですね。はい、まあ、人によって違うと思うんですよ。パンチの打ち方も違いますし、で、サンドバック一つにしても、力の伝え方だったり違うのに、相手がパンチ効いてとかそうじゃないですか、うん、だからその人その人に合った打ち方っていうのがあって、で僕はここだったらこういう打ち方をすれば効くなっていうのと、自分でもらった時にあこれ効いたなって思うのがどういう打ち方だったかどの角度だったかとかっていうのを考えながら自分でやってみて、まずはその最低限の力でやってみて、どれだけ力与えられたのかとか、自分が効かした時はどのぐらいの力加減だったかとか
うん、いうところでこう一つ一つこう経験とともにこう積み重ねた感じですね。例えば、はい、顎だったら、はい、顎効かせようって、あこいつ顎好きやんな、顎当たりそうだと思ったらどのパンチでいきます、はい、どのパンチでも大丈夫です。おお、ストレートフックアッパー。はい、ストレートフックアッパー、何でもいける。はい、あ、いや一番その顎効かせやすいなみたいなパンチは特にないんですか。はい、一番顎を効かせやすいなみたいなパンチはないんですか。パンチというよりは角度ですね。その角度を取るのはもうストレートでもフックでもアッパーでも全部ある。全部ありますね。おお、素晴らしい。なるほどなるほど。で相手がその顎を出してるからじゃないですね。向きとか顔の向きを自分がこういう風な動きをしたら自分がこういう顔の位置に来るってなって、うんうんうん、そこに、ね、じゃあ自分がこうこのフェイントかけながらこれを打ち込むみたいなのすれば、まあ相手が予想にもしてないパンチで T 角に取られることができたら倒れますね。なるほど、はい、なるほどなるほど、もう納得ですね。素晴らしい。え、実はあれ、まあ事前にお伺いしてたんですけど、やはりその竹迫さんはまだ現役だっていうこともありますし、まあそのテクニックを公開するのはね、やはりちょっとっていうのもあるっていうのはもう分かった上で、じゃああれ、はい、今聞いた上で三冠王がじゃあこういうことなんじゃないかっていうのをちょっと解説してもらって、それが正解かどうかだけ最後竹迫さんに言ってもらっていいですか。ああなるほど。一つの理論として、はい、はい、そうっすね。僕は多分思ってるのは特別なもんじゃないですけどね、うん、はいはい、ただ例えば今、はい、顎の話で、はい、顎を打ち抜くっていうあれ、まあ急所が顎だっていう話だったんですよ。なぜじゃあ顎が急所かってなると、はい、脳震盪をね起こさせてダウンを取るわけですけれども、はいはい、その首を支点として、はい、顎を振ることによって支点、ここが力点で作用点、一番遠い脳みそに振動が一番行きやすいから顎が一つ弱点だって言われてるわけですよ、はいはい、なので脳振動を起こしやすいところで顎っていう部分が急所って言ったんですけど、私はもうほぼほぼストレートでした。ストレートで、うん、しかも横から打ち抜く、はい、もう相手のサイドから打って グリーンってこうグリーンってなって脳震盪を起こして倒すっていうのが私のその倒すパターンの一つだったんですけれども、はい、どうでしょう、私の解釈としては一つ、まあ私もいくつか倒し方はあるのであれなんですけども、これ一つなんですけれども、はい、竹迫さん的にはどう思われますか。いや、その通りですね。ありがとうございます。ですね。今の竹迫さん的にちょっと解説するとどういうことなんですか。話を起こすね。あ、軽く補足するとぐらいで大丈夫なんです。まあそこみんな大体分かるじゃないですか。顎はこう揺れるから脳がどう揺れてみたいな。それがじゃあどの角度でどこまで入って顎がどうなればどうなるかぐらいまで、知れば知るほど深いと思うんですね。それが自分のパンチだったらどこまでなのかぐらいですね。今回の竹坂さんの話で一つだけちょっと深掘りさせてもらいたいのは、なんか最初はどの程度で効くのかっていうのを軽いパンチから試してみるみたいなことをおっしゃったじゃないですか。はい。その軽いパンチから試すって具体的にはどういう練習方法でできるんですか。あ、軽いってもあれですよ、もう何ですかね、一番力みのないパンチって結構力あったりするじゃないですか。でそれって別に疲れないんで、まずそのパンチで倒れるからですかね。別に技と弱く打つ必要ないんで、だから自分が無理なく出せるパンチで倒せるからですね。それは最低限ですね。それはだからスパーリングパートナーに、はい、実験台になってもらうとかそういうようなことなんですか。いや、スパーリングは実践なんで実験台もクソもないですよね。あ、はい、まあそのより狙って当てるのがやっぱりいいんですけど、やっぱり最初ってそんな狙ってばっかりやって経験なかなか進めないんで、自分がやっぱ効かしたパンチとか覚えますね。動画見返したりとかしたり、試合もそうなんですけど、
自分が倒したパンチに説明できないといけないと思う。で僕は一応全試合説明できるんで。わかりました、納得できました。素晴らしい、納得しました。ということで締めていただいてよろしいですか。はい、締めっすね、今回はパンチ力という、お題だったと思うんですけれども、まあ、パンチ力とは、まあ、一つ衝撃度物理的なものであって、ボクシングでおけるパンチ力というのは人を倒せる最低限の力があればいいという、竹坂さんの見解でございました。はい、私も、共感いたします。まあ、パンチングパシンでね数値を出すっていうことがパンチ力だっていう動画を前回とか以前上げているので、まさにその話のこうなんか正当性が出たかなというような回になりました。竹坂さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ竹坂さん、あれ今日あれパンチングマシンで数値出すのも技術だっておっしゃったんで、はい、ちょっといずれ直接会うような機会の時に3カウント2人でパンチングマシンごっこはしませんか。はい、いや技術だっていうかパンチングマシンによって出し方変わってくるんで。そうね、はい、そこは僕別にパンチングマシンを出すパンチは打たないです。はい、もうボクシングで普通に普段使うパンチのフォームとか勢いもつけずにそのバーンって言って出すことしかやったことないですね、これまでは。はい、それはあれですか、やんわり断られちゃったですか。いや別に打つのはいいですよ。ああ、わかりました。はい、ただその技術ってさっき言われたんで、別にそこまでパンチングマシンを打つ技術みたいなのは僕は知らないです。はい、そこには特化してないんで。ということでまた次回でよろしいですか。はい、お願いします。はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。